こんにちは。神戸芦屋でドラムレッスンをしております、ドラムタイズドラム講師金子博信です。今回の動画は、テンポ200の連打が秒でできる習得率 99.9% のアプローチ方法という内容でお話をしていきたいと思います。ということで少し大きく出てしまいましたが、ただね、本当に冗談抜きでこの方法で、アプローチしていただくと、初心者の方でも割とすぐにテンポ200ぐらいの連打であれば、習得されてます。でもちろん片手ずつのね連打にはなってくるんですけれども、割とイージーにできるようになるんじゃないかなと思います。で、前回までは、指を開いた状態でのアプローチをしてきたんですが、今回は指閉じたままの連打のお話になりますので、前回までの、アプローチが難しいなと感じられた方もきっとこの方法で試していただくと、掴んでいただけるんじゃないかなと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。早速なんですけども、今回の動画のポイントです。まず1つ目、グリップは小指薬指から。2つ目、基準線より上で振ろう。3つ目、振り上げすぎに要注意。はい、この3点を中心にお話を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今からグリップについてのお話をしていきたいと思います。今回は指を閉じたまま連打を行っていきますので、正しい方法でグリップをできていることがとても大切です。結果から言うと、小指と薬指で引っ掛けるようにスティックをグリップできるようになってほしいんですね。よく初心者さんで見られる親指と人差し指をギュッとしてから残りの指をピタッと添える、はい、この方法はあまりおすすめできません。なんでかというと、親指と人差し指をギュッとしてしまうと手首がねロックされてしまうからなんですね。なので今からあまり力まずに、かつフィット感のあるグリップの作り方をお伝えしていきますので、一緒に身につけてみてください。はい、それでは今から、グリップについて説明をしていきたいと思います。まず今からね、右手で持ちたいです。なので左手で補助でこのように持っといてあげてください。で、今からね、右手でこうやってチョップをしていきたいんですが、スティックに対してチョップをしていきたいんですが、このチョップで当てる場所ね、このふにふにしてる場所分かります？手のひら、ここね、まあざっくりこの手相より下みたいなイメージ、はい、ここね、小指球と名前がついてるんですが、この小指球をだいたいスティックエンドがこう1センチ出るぐらいの間隔でチョップしてあげます。はい、チョップ、はい、でね、ちょっとこのスティック、この小指球に食い込むぐらいでちょっとグッと押し当ててしまってもいいですよ。でこのままスティックをね、グググググっと前に持ってきます。はい、でこれを小指、薬指の第一関節あたりでこうやって引っ掛けてあげます。はい、こんな感じ。どうですか？これでスティック止まったよね。はい、小指、薬指、小指球ね、ここでしっかりとスティックがグリップホールドされてます。でさらに中指の第一関節も下から支えてあげるとかなりフィット感良くなりますよね。なのでこれでね、あ、そうかそうか、親指と人差し指でギュッと握りしめなくてもスティックはグリップできるんだなとか分かってくれたら嬉しいです。で親指を中指あたりにポトンと優しく落としてあげます。で人差し指も優しく触れて、はい、これでもうグリップ完成ですよね。こんな感じになってるかな、どうかな。はい、内部感覚的にはね、この小指と薬指が割とフィット感あってギュッと握りしめてはいないんですよ。ここがフィット感あって、でこの3本指が結構リラックスしてるイメージで、この位置関係も結構大事かな。この中指、人差し指のちょうど間ぐらいに親指が来てる感じ、こうやって、これ初心者さん結構こうなりやすいので気をつけてね。こうだよ、どうかな、みんなできたかな、できた？ね、このグリップね、すごい大事ですよ。なのでしっかりとこの正しい方法でグリップできるようになってくださいね。それでは今から振り方についてのお話をしていきたいと思います。手を前に出して、手の甲と前腕の上側を一致させてください。はい、ここを一つの基準線とします。ここまでは前回と一緒ですよね。で、今回はですね、この基準線より上側で振ってほしいんです。この基準線を超えて下でこねたり、このましてや、まあ、腕の上下にならないでほしいんですね。手の甲と前腕の上側を一致させたこの上側で振ってほしいんですね。ちょっとスティック持ってみるとこんな感じ、ね、スティック持つと何ていうのかな、スティックがちょっと下に行ってしまって分かりづらいかもしれないんですが、ここ見といてね、ここがこれより下に下がってないの分かります？必ずこれより上で
これより下に落ちないように、ちょっとね、分かりづらいかな、分かりづらかったらね、ここを全部揃える感じでいきましょうか。下側、これでもいいよ、ね、これでも全然問題ないです。で、ここをつらい位置にして、これより下にスティックが降りないように注意してあげる。まあ、やってみるとこんな感じ、はい、こんな感じのイメージ、はい。で、この時注意してほしいのが振り上げ幅なんですよ。今回高速連打目指してるじゃないですか。だから振り上げてしまうとちょっとしんどいんですよね。で、特にこのいわゆるフルストロークのハイポジション90度くらい、ここぐらいまで手首を持ち上げることはできるんですけど、正直ちょっと手首詰まりますよね。なので、まあ上げて45度ぐらいで十分じゃないかな。できるだけ細かく。なので、この基準線より上で振り上げ幅に注意しながら細かく動かせるようになってほしいですね。はい。まあちょっと難しいこと言いましたが、要はバーベキューのこういう火起こしみたいなイメージ。こう、内輪でパタパタ仰ぐ。男性諸君のお仕事ですよ。ね。はい。この火起こしパタパタのイメージなんですよ。はい。で、僕は今これをちょっとわかりやすいように、空中でパタパタでデモンストレーションしましたが、空中でやるとちょっと難しいので、今から簡単にできる方法がありますので、一緒に試してみましょう。はい、それではね、ちょっと場所が変わりましたが、今から、高速連打をね、楽に動かせるようになるためのアプローチの練習をしていきたいと思いますので、このように、肘まで、つまり前腕までが全部ベタッと乗るような大きめの机と、スティックで机いただきますので、薄手のタオル1枚用意してください。で、今からね、なんで机の上で練習をしていくかというと、先ほどまでね、手の甲と前腕の上を一致させて、これより上で叩きましょうねというお話をしましたが、ね、この基準線の位置でね、空中で止めたりするとちょっと難しいですし、手首にもあまり良くないので、もう下から土台で支えてもらいましょう。そうすると、ね、これ嫌でも基準線より上で叩いてるのと同じ環境になりますので、机にね、下から支えてフォローしてもらいましょう。で、やる練習はね、とてもシンプルです。もう机の上でノックするだけ。もうこれだけです。はい。もうできたんじゃないですか？そんなことない？ね、もう本当にね、難しく考えなくていいですよ。ね、まあこんなにグッと振り上げる必要ないので、もう細かく動かしてくれてたらそれでいいです。ね、手首を動かしてね、ここに詰まり感とかしんどさがなければそれでいいので、あまり怖がらずにガシガシ動かしてみてください。で、まあできたら手のポーズをね、完全なこのノックじゃなくて、人差し指を優しく前に垂らしてあげて、このポージングでね、ちょっと嫌なやつですね。ここだ、ここ！わからんのかみたいな。こんなポージングで練習をしてみてください。で、もしかしたらね、腕振りが強い人は、こうやって腕がこう浮いてしまうかもしれないので、ここがね、浮かないように注意してくださいね。これだけです。で、僕ら今高速連打目指してるじゃないですか。だから、あまり怖がらずに、こんなゆっくりやらなくていいので、詰まり感がなければ、もう結構ガシガシ思い切って、早い動きの方がやりやすいと思いますよ。ね。で、この手首の動きができるようになったら、今度はスティックを持った状態で同じように動かしてみましょう。で、スティックね、先ほどと同じようにこうやって持ってしまうと、スティックエンドがこう、はみ出てしまって、机にぶつかって叩きづらいので、今回はね、このスティックエンドが、よいしょ、こうやって手のひらの中に収まるような感じでグリップをしてあげてください。はい。で、この状態で、もう先ほどと同じ、これですね、コンコンコン。これと同じことを、ここで、これだけです。どうですか？めちゃくちゃ簡単に動きませんか？ね。で、これでね、動かしづらいなっていう方は、手がね、こっち側にめちゃくちゃ反ってしまってる可能性がありますね。なので、これが反ってしまうとね、手首が詰まって動かなくなってしまうので、ここは割と、小指側とこの尺骨側は一致させてあげてください。そうすると結構、なんていうのかな、スティックが思ったより内側に入ってくると思いますので、この状態で、叩いてあげると、わりかし楽に叩けるんじゃないかなと思います。そして、それでもなかなか動かないなっていう方は、肘を、肩までもう全部ピーンと伸ばすアプローチしてみたらどうかな。もう、肩甲骨、肩、肘全部一直線にピーンと伸ばしてみましょう。そうするとね、腕振りをかなり抑制してくれるので、手首が動くようになってくれると思います。じゃあね、ちょっとこのまま行こうか。で、このまま今度はこれができるようになったら、腕を少し浮かせた状態で同じことをやります。はい、もうこれで完成です。もうできたでしょう。
ね、ほとんどの方は動くんじゃないかなと思います。だいたい今店舗180から200ぐらいはもう気づいたら行ってると思いますよ、ね、先ほども言いましたが、あまりゆっくりではなくて思い切って早めに動かしてみてくださいね。それではここまでの机の上の練習で連打の感覚がつかめたら、今度はね、同じように肘を伸ばしてちょっと距離を取った状態で練習パッドで練習をしてみましょう。それでは先ほどまでのテーブルの上での練習ができるようになったら、実際の練習パッドもこのように肘を完全に伸ばした状態でスティックの先、チップが中央に来るぐらい練習台を離します。でこの状態で先ほどのノックと同じような感覚でこうやって練習をしてあげてください。でもうとりあえず肘を伸ばすことで腕振りを抑制しているので手首がかなり動きやすくなるはずですよ、ね、もうこれ僕ずっと生徒さんに伝えてる定番の教え方です、はい、でこれができるようになってきたらこうやって近づいたりしても、もしくは引き寄せた状態ね、いつもの距離感になっても手首が変わらず動かせるようになるように練習してください。これこの肘が曲がった状態に戻ると、まあ、当然腕が動くようになってくるので、またこいつ出てきますよ腕がね。なのでこの腕が、動かせる位置になったとしても、手首の位置はこう手首の動き変わらずに叩けるようになってください。こうやって離れてても近づいてても変わらずにこうやってね、叩けるようになってくださいね。はい、ということで、お疲れ様でした。今回は指を閉じたまま行う高速連打のアプローチについてお話をさせていただきましたが、いかがだったですか？で、実際の対面レッスンでは、まあ、かなり、習得率のいいアプローチ方法だったのでシェアさせていただきましたね。ちょっとね、動画だけだと僕が直接フォローしてあげることができないので、どれぐらい習得されたかちょっとわからないんですけれども、まあ、少しでもねコツをつかんだり、習得するきっかけになってくれてたら嬉しいです。で次回の、レッスン動画は、指ですね、フィンガーコントロールについてのお話をしていきたいと思いますので、そちらも楽しみにしておいてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。よろしければ高評価ボタン、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。